ルドルフ・カール・ブルトマンは二十世紀を代表するドイツの新約聖書学者。新約聖書の指摘、批判的研究に一時代を築くとともに、聖書の非心若または実存論的解釈を提唱し、キリスト教内外に様々な議論を引き起こした。二十世紀の初頭のドイツでカール・フォン・ミュラー、ヘルマン・グンケル、アドルフ・フォン・ハルナック、アドルフ・ユーリッヒハー、ヨハネス・バイス、 ビルヘルム・ハイトミュラーラに指示し、新薬性書学を学ぶ。1921年に、マールブルク大学新薬学生教授となり、1951年まで一貫して、マールブルクで教弁を取る。1921年の教官福音書伝承誌では、マタイ、マルコ、ルカの3つの副印象、複数の多様な伝承資料からなるものとして分析し、 当時すでに旧約聖書学において用いられていた様式史批評という方法を用いて各資料で伝えられてきた生活の座がイエス・キリストの死後発展した原始キリスト教の信仰と災疑にあることを明らかにした。これにより現在残されている福音書から指摘イエスそのものの実際の姿を再現することは歴史学的には困難であり、新約聖書の本来の性格はむしろ イエスをキリストとして伝えるケリグマにあるという結論が導かれた。1920年代にはカール・バルトラの弁償法神学運動に参加し、従来の自由主義神学への批判を強める。ほぼ同じ頃、マールブルク大学の同僚マルティン・ハイデッカーによる現存在の実存論的分析に感銘を受け、新約聖書を実存論的に解釈する方法論を模索し始める。 当時出版されたイエスでは、共感服音書研究の結論を反映して、イエスの生涯や人となりにはほとんど触れず、もっぱらし的、イエス自身にまで遡ることの可能なイエスの言葉に焦点を当て、それを現代人に実存的応答を迫る語りかけとして解釈した。この時期のブルトマンが残した神学的な論文は、信仰と理解第一巻。 新約聖書の除雪が前提にしている世界像はもはや現代人には受け入れることができないのでこれを排除し新約聖書の中核にあるケリグマを実存論的に解釈することで現代人に理解可能な語りかけとして取り出す聖書解釈の方法論を提案した同時に実際にこの方法論を用いたヨハネ福音書中会を出版しさらに後年 新薬研究の総決算として、新薬聖書神学を出版する。非神話化に関する議論は、ドイツのキリスト教という枠を超えて広がり、哲学の領域や仏教など、他の伝統的宗教にまで波及した。ブルトマンが新薬聖書学の世界に与えた影響は甚大で、ブルトマン文下からは、多くの新薬聖書学者が輩出し、ブルトマン学派を形成した。 1960年代には、これらの文下の学者たちを中心に、ブルトマンの指摘イエスに対する態度への問い直しがなされ、指摘イエスへの新しい探求の動きが高まったが、ブルトマン自身はこれらの動きによって、従来の立場を変えることはなかった。また、競技学の領域でも、1950年代から60年代にかけて交流した実存論的神学と呼ばれる潮流に、 大きな影響を与えた。さらに、非神話化、実存論的解釈という方法論上の態度は、現代の哲学的解釈学によっても、批判的に継承されている。1970年代以降は、組織神学においても、新約聖書学においても、聖書の社会的な文脈や文学的構造が重視されるようになり、実存論的な人間理解に集中するブルトマンの、 立場はしばしば批判を集めることが多くなっている。また、神話が持つ意義に関する議論も深まり、そうした立場から非神話化の課題が再検討される必要も出てきている。日本においては、新薬学、組織神学、宗教哲学などの領域で一定の影響を与えた。赤いは久し牧師が晩年、ブルトマンの神学に触れて、キリスト教脱出機を書いたのは有名。 ブルトマンの実存論的方法論を批判的に受容しつつ書かれた進学書としては、野呂義を実存論的進学があり、ブルトマン後の世代の新しい探求や新解釈学の運動を背景に書かれた進学書として、小田垣正也、解釈学的進学がある。また、八木聖一、田川健造、荒井健など日本を代表する新薬学者はいずれも ブルトマンの立場を念頭に、それを様々な観点から批判的に乗り越える中で、独自の立場を築いていると言える。なお、ブルトマンの研究者、内氏はブルトマンに詳しい研究者としては、山岡菊を、熊沢義信、川端淳志郎、土屋広司、笠井啓治らがいる。ありがとうございます。